未来を乗り換えた男は2018年のドイツ・フランスのドラマ映画。監督はクリスティアン・ペッツォルト、出演はフランツ・ロホフスキとパウラ・ベアなど。ドイツの女性作家アンナ・ゼーガースが第二次世界大戦中にナチス政権下を逃れて海外に亡命した自らの実体験をもとに執筆した小説トランジットを原作とし、 物語の舞台をドイツ占領下のフランスに据え置く一方で、その時代を架空の現代に移し替え、亡命者たちの期待と不安を今日の難民の姿とも重ね合わせながら描いている。2018年2月に開催された第68回ベルリン国際映画祭で初上映された。ファシズムが台頭するドイツからフランスのパリに逃れてきたゲオルリクは仲間のパウルから作家。 フランツ・バイデル宛ての手紙を届けるように頼まれ、バイデルが宿泊しているホテルにやってくるが、そこで、バイデルが自殺したことを知る。ホテルの女主人は、バイデルの遺体は、知り合いの警官に頼んで処理してもらったというと、バイデルの遺品をゲオルクに譲る。遺品には、出版を断られた原稿やメキシコからの正式な招待状などがあった。 不法滞在者に対する取り締まりが厳しくなったため、ゲオルクは仲間のハインツと共に南仏の港町マルセイユに逃れるが、その途中で怪我の状態が悪化したハインツが死ぬ。マルセイユに着いたゲオルクは、ハインツの妻で不法移民であるメリッサと息子のドリスに、ハインツが死んだことを伝える。これをきっかけにゲオルクはドリスと親しくなる。ゲオルクは、 バイデルの遺品を習得物として届けて、謝礼金をもらおうと、メキシコ領事館を訪れるが、そこで、バイデル本人と間違われ、メキシコのビザに通と乗船券、銀行小切手を渡される。そして、バイデルを捨てた妻マリーが復縁したがっていることを知らされる。思いがけずバイデルになりすますことになったゲオルクは、メキシコに亡命することを決め、経由地であるアメリカの通貨ビザも、 バイデルとして取得することにする。喘息の症状が出たドリスのためにゲオルクは不法移民を見てくれるドイツ人医師リヒャルトを探し出す。そしてリヒャルトの愛人がバイデルの妻マリーであることを知る。マリーは夫が取得したビザを必要としており、ゲオルクがバイデルとしてメキシコ領事館やアメリカ領事館を訪れていたためにマリーは夫が生きて マルセイユにいると信じていたのである。デオルクはマリーと愛し合うようになり、真実を告げるべきか悩む。デオルクはアメリカの通過ビザを手に入れると、真実を告げぬまま、マリーと共に船に乗ることにする。しかし、同じ船に夫が乗ると信じきっているマリーの姿に、デオルクは港に向かう途中で忘れ物をしたとして、マリーを先に行かせると、リハルトの元に行き、 ビザと乗船券を売りつけて彼を送り出す。ゲオルクはバイデルの遺構を馴染みの店のバーテンダーに預けるが、そこでマリーの幻を見る。不安になったゲオルクは港でマリーが船に乗ったことを確認するが、同時にマリーとリハルトが乗った船が嫌いで沈没し、乗客が全員死亡したことを知らされる。馴染みの店に戻ったゲオルクは警察による 不法滞在者の相当作戦が行われていることも気にせずにマリーを待つ。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、未来を乗り換えた男はそのタイトルにふさわしく、流動的な状態に登場人物たちを捉え、そして観客を陥れるとともに不安感をん引する、挑戦的なドラマである。であり、176件の評論の内高評価は94%に、 当たる166件で、平均点は10点満点中7.80点となっている。メトクリティックによれば、30件の評論のうち、高評価は27件、賛否混在は3件、低評価はなく、平均点は100点満点中82点となっている。ありがとうございます。